とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もですね、マイクラダンジョンズやっていきます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はですね、イベント装備を全部入手できましたので、お見せします。今装備してるやつですね。見た目かっこいいです。まず武器、不吉な剣ですね。これ、クリティカル率が上昇するっていう武器です。ホークブランドだね。ホークブランドと同じ性能です。で、しかもホークブランドより俺見た目はこっちが好きだね。なので、エンチャントいいのがつけば全然使っていける。すごく強い装備となってます。で、防具。鎧はこれ、空腹の恐怖ですね。近接攻撃の速度が 25% アップ。で、ダメージカット 35% と、武器ダメージの 20% アップついてますね。これが反逆者の鎧と同じスキルとなってます。反逆者はね、すごく強いので、まあ、この空腹の恐怖も、エンチャント次第では全然使っていける。うん。エンチャントで、クールダウンが3つけば、もう最高だね。うん。クールダウン3つくこれは、もう最強と言っていいぐらいの強い装備となってますね。で、弓。弓は、呪われた弓。です。まあ、これのスキルはね、2体の敵を同時に撃ち抜くなので、そんなに良くはないかな。うん。冬の指先と同じ能力だったらば、かなり良かったんだけども。まあ、これは、うん、そこそこという風に思ってください。まあ、バーストボーストリングがつけば、ちょっと使えるかな。はい。で、これ、悪のかぼちゃ。まあ、これはまあ、見た目がいいから、いいとしましょう。壊れたビーコンと同じ能力ですね。でも、見て、ユニークなのよ。ユニーク。今までアーティファクトでユニーク装備ってなかったんだけども、何？今度からアーティファクトにもユニークが出だすの？わからないですけども。まあまあ、入手できました。で、入手が、まあミッションだね。ミッションで、この恐怖チャレンジっていうところで、クリアすると報酬で必ずもらえます。なので、4つあるんだよね。恐怖チャレンジっていうのが。4つあるので、これをすべてクリアすると、まあ、簡単に入手することができます。で、俺ね、ちょっと完全にね、これやっちゃったんだよね。これやっちゃったの。何かっていうと、難易度が、さらに上がったのよね。アポカリプスプラスっていうので、さらに難易度が20個上がったんですよ。で、俺全部上げてしまって、プラス20までいっちゃったの。そしたらばね、このイベントとかデイリーチャレンジの難易度が爆上がりしたんですよ。うん、推奨パワー164とか。俺まだ117なんだけど。それでこれに行けっていうことで、かなり辛くなった。なので、一応、なんだろうね。自分のレベルにね、しっかり合わせて、アポカリプスプラスのレベルはね、上げていった方がいいです。俺みたいに、ちょっとバカみたいに上げていくと、痛い目見ますよ。本当に。まあ、とりあえず、どんな感じか言ってみましょう。ここは剣が報酬ですね。ちょっとね、この装備じゃ無理なのよね。多分1対1でも勝てないと思う。それ、ああ、1対1でも勝てないよ。多分。ほら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 、見た見た、一発で、指の一発で8000ちょっとだよ。即死即死。うん。で、敵の HP もむちゃくちゃ高いから、なんだろう。花火の矢とかでも全然倒せなくなってるんですよ。ちょっと一回装備整えますね。まあ、これがですね、今俺が持ってるやつで最高ですね。119の締め具。で、115バトルローブのハープクロスの118。だね。とてもね、太刀打ちできないの。ちょっと待って。見た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 、動きの速さ。尋常じゃないよ。で、しかも、HP が、
減らないのよ。ねえ。HP 減らないでしょ。おかしいよね、これ。これおかしい。あのね、どうやってクリアすればいいのかが、全くわかんない。頭おかしいの。本当に。まあ、ね、これエンチャントの敵だからそうなのかって思うでしょうけども、むしろほぼほぼエンチャントのやつしかいなくて、無理なの。これ無理なの。やっちゃったの、俺。やっちゃったんすよ。はい、ということで、今日は新しく来ました。イベントの装備紹介してみましたけども、俺はやっちゃってるんで、皆さんはやっちゃわないように気をつけてください。これ、後戻りできません。後戻りできない、取り返しのつかないことになりますので、注意してくださいね。はい、レベルを上げるのは計画的にということです。で、このイベント装備ほんと強いので、まあ1日1回チャレンジができて入手できますので、11月3日までか、11月3日までのこの限定クエスト、ぜひやってみてください。ではですね、また出していきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。そいやー